皆様こんばんは。遺体管理人の面影クラブへようこそ。当番組は株式会社面影の遺体管理人である私加陽佳林が、死後にできるこんなことやあんなこと、知っておけば得しかない情報、雑学などを沖縄県の先祖崇拝の死生観をもとに分かりやすくお伝えする日本初のご遺体感覚ラジオです。毎週第1週目はお墓といったら三国、三国株式会社の代表取締役栗生みどりさんをお招きいたしまして、私をサポートしていただきます。第2週目は沖縄県の葬儀会社さんをいろんな視点から見てきた遺体管理人の私加陽佳林が、故人様を思うご遺族の気持ちを大切にしてくれる心ある葬儀担当者さんをご紹介いたします。第3週と4週は多職種連携を葬儀までという合言葉をもとに、沖縄県の医療介護を担う気になる方々をゲストにお招きしてお話を伺います。この番組では皆様からの質問ご意見ご感想を大募集しております。株式会社面影のホームページ、お問い合わせフォームにメッセージをください。この番組は株式会社面影の提供でお送りいたします。皆様改めましてこんばんは。遺体管理人の面影クラブへようこそ。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ですが、うん、先週の、うん、先月か、先月の、はい、先月の、そうですね、うん、お話の続きから少しさせていただきましょうか。はい、なんか私が癖、あの髪がなんかね、うん、あの癖毛だということを、話をね、雑談とかした中で、はい、あ、癖毛はとっても得なんですよっていうかりんちゃん言ってくれて、なんでですかって言ったら、死んだ時になんかとってもいいよと、ね、具体的にどういいのかなっていう、はい。はい、こちらお答えしましょう。うん、はい、まずですね、はい、まずご高齢者の方々の髪問題といたしましては、うん、はい、ずっとパーマをかけていた方でも、うん、まあ、おしゃれな方であっても、はい、例えばこの前髪とかすごいふんわり、うん、いつも綺麗にされてたっていう方も、うん、施設に入られたり入院などをされた時は、うん、おそらく全部オールバック必須、うん、で、はいはい、なおかつ髪の毛をとても切られてしまうことが多くて、うん、まあ、おしゃれというのには到底ちょっとできない部分っていうのがあると思うんですね。そうですね、うん、でそうして亡くなられた場合に、うん、まあ例えばすごく短い本当に3センチぐらいの髪に切ってしまったら、うんうん、こちらはもうおじさんだか おばさんだかわからない状態になるので、私がすごい6ミリのコテっていうのを持ってまして、うん、ヘアアイロン、うん、ヘアアイロンで全てこう綺麗に巻くと女性らしくなるという、この3センチの髪でも巻ける、巻けるですから。パンチパーマみたいになりませんか。そう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 、いやこれが大仏や水仙寺清子さんみたいにはならない。うまくやりますのでよく言われるんですけど、うまくそこら辺は経験がありますからただこう直毛の方々はすごく気にしてるんですね、うんうん、若い頃パーマかけてましたし、っていうのがまずこちら、まず髪事情一つ、はい、もう一つは、うん、この直毛の方々もそうなんですけど、うん、はい、少し髪の毛が伸びてる方は、うん、ふんわりウェービーな感じが希望されるんですね、うん、なので、まあ、こちらはまたそのアイロン、うん、でこの6ミリアイロンは、うん、私はもう三種の神器の神器っていうんですかね、うん、もううちの一つだと思ってるぐらい、うん、このふんわりウェーブも出すことができるんですが、うん、でもその際にやはりツヤ、うん、がないとダメだと思うんですね、はい、ですよね、パッサパサのね、はい、そこなんですよ、うんうん、亡くなったら、うん、老若男女問わずツヤが出ます、うん、髪の毛に。いやそこですよ、なんでみたいな死んだらもっとバサバサになるような、ね、そうそうそう、気がするんですけど、生きてる時に、うん、例えばお風呂によく入っていた、うんうん、髪の毛をよく洗っていたというのは関係なしに、うんうん、全員が綺麗になります。
で、あとちょっと白髪が黒と白で混じっている、すごくバサバサで、もう明らかになんか例えば生きてる時に不潔そうな方が例えば髪質で、ね、いらっしゃったとしても、亡くなった後特にもう時間が経てば経つほどですね、あのもうロイヤルな髪になります。これなんでそんなになるんですかねロイヤルにすらなる。美容師の方にお聞きしたんですけど、はい、全くわからないということでしょうか、なんか考えたこともないんでしょうね、美容師の、すっごい綺麗になるんですよ。なので、カールした時に、すごい綺麗にカールができるというか、それだからほらさっきちょっと話した、キューティクル、キューティクルツヤツヤかどうかっていうポイントって、キューティクルがこの、あのなんていうの、逆立ってるかこう降りてるかというか閉じてるか、でツヤ感はあの変わってくるじゃないですか、で、だからこう生きてる時にパサパサの人でも死んだら閉じるんじゃないか説、そうですね、あのちょっとキューティクルというのは私もちょっと分からなかったので、今あの、ウィキに載ってますからちょっと読み上げますよ、キューティクルとは、髪の毛を覆っている髪の一番外側にある組織のことです、髪の毛は内側から順番にメデュラ、コルテックス、キューティクルといった三層構造になっており、一番外側にあるキューティクルは鱗のように重なっているのが特徴、よく傷んだ髪というふうに言われて、キューティクルが壊れているとか、そういうふうにキューティクルが傷んでるとか、そういうふうな表現をされると思うんですけれども、なんていうかな、あの天使の輪みたいなのは、亡くなった方は、出てこないです、キューティクルではないということは今思いました。天使の輪はない、ない。あ、じゃあ違う、このなんていう、油塗ったような感じになる。それだ、それですなのででもロイヤルですら、ロイヤルですということは、仮説を立てるのであれば、生きてる時に、分泌されてるものがお亡くなりになると、それが分泌されなくなるということなので、生きてる時に分泌があるのが分泌された、これはいい意味で油とかなのかもしれないんですけれども、髪のこの毛自体が一本一本に関しては、この毛羽立ってるところがピシッてなるのかなっていうふうに、あの思いました。あの亡くなった方の髪専門家の方はぜひとも、あのもう私のホームページ、ダイレクトメッセージから説明をいただきたいぐらい全くわからないのと、あとあの髪の毛にまつわる、まあ、ご遺体話というのは、必ずこの方が頑張ってるかどうか、亡くなった後ですね、亡くなった後頑張ってるかどうかを調べるのは、こう毛を引っ張るとよくわかります。亡くなった後頑張ってるのは、やっぱり違うんですか。頑張ってる遺体があるんですね。頑張ってる遺体があるあの私長らくご本人をね、こう見るのが、仕事であったりするんですが、髪の毛という、あと私あのこの目ん玉フェチというかこの亡くなった人の目ん玉あのいつも見てるんですけど、まあ、それとあと、別に好きで見てるとかじゃないですよ、あの別にそういうあの変な人じゃないんでそうじゃなくて、あのこの目ん玉の中の、この中の色とか、あと模様とかで、模様が入るんですけども、亡くなると人の瞳は、瞳の周りだ、瞳の周り、水晶体のところかな、そういうところの状態で腐敗の深度を測ることができるんですね。なので毎日、あの目をパチって開けてしっかり見るんですが、まあちょっとまあちょっとこれはねまた話が飛んじゃうんですけど、まあご遺体と見つめ合うことが残念ながらできないんですよっていうのはいつも言います。あ、目が合わないの。合わない、遠くを見てる、遠くを見てる。あ、そんな感じ。そうですね、確かに、20メートルぐらい先見てる感じですよね。そうです、もうその通り、その通りなんですよ、その通りです、すごい。じゃあ20メートルじゃあなんかこの離れたら目が合うのかな。多分ね、その時はねあんまりそうですあの眼力があるわけじゃないので
皆様ご遺体の皆様は眼力を失われていらっしゃるんですね。そうなるとあんまり20メートル先でもちょっと会うのはちょっと難しいかも。ただ遠くを見ているというところではそうそう、まず見つめ合うことができない、できない、見つめ合えない、はい、それが一つ、うん、あともう一つは髪の毛というのは、うん、ご本人が、うん、元気であればあるほど、うん、引っ張った時に普通抜け毛が少ないじゃないですか、うん、普通の生きてる人でも。そうですよね、うんうん、やっぱり髪の毛が抜けるっていうことは、うん、低栄養とか、うん、いろんな体に支障があると髪の毛が抜けるという状態に起きますね、うんうんうん、それと全く一緒で亡くなった後ずっと状態が変わりにくい人っていうのは、うんうん、髪の毛がちょっとくっついてるんですね。なのでこう引っ張った時に1週間後とかちょうどいつもまあいつも引っ張ってるんですけど、うん、そういうまあ引っ張ってそんなうん、そういうなんかチェックのためにチェックのためにそのなんかいじめてるわけでは決してないですよ。ちょっとだけ引っ張った時にスッて抜けなければ、うん、まだ毛根がしっかりしてる証拠なので腐敗してないという証拠になるんですね、うんはい、あそれを頑張ってるという感じ。そうですそうです、ね、でも頑張ってる以外に何か表現が逆にあるかな。いや頑張ってんだと思いますよ。抜けないようにこうね、そうそうそう、毛穴を閉じてみたいな感じなんですかね。結局家族の希望は、うん、状態を最後まで保、まあうん、ね、ちょっと見やすいように、うん、最後の出棺まで、うん、まあ、6日とか7日とかある中で頑張ってくれるかなって思う、うん、思うんですね、うんはい、でそれが例えば私がこの何か施して、状態が良かった、うん、あと仮にまあ現実はそうだったかもしれないけど、うん、家族さんからしたら本人が亡くなっても頑張ってるっていうふうに、ん、もうみんなで頑張るものですから、そうご葬儀というのは、はあ、みんなで頑張る、ご本人にも頑張っていただいて家族も頑張る、はあ、だってみんなそういう感じ、そういう世界なんですよ。そうそうそう、なので毛根で頑張りチェックですよ。いやー本当に初めて聞くことばっかりですね。でそうすると髪の毛っていうのは私にとってみたらすごく未知な部分であります、うんうん、でまあやっぱりその中のもうダントツがめっちゃ綺麗、髪の毛がめっちゃ綺麗ですよ、うん、さっきねちょっとお言葉を返すようですかね、はい、さっきね、うん、ほら亡くなる前、生きている時に分別されるものが亡くなるとされなくなるのが通常じゃないですか、うんはい、髪の毛に関してだけは、うんうん、生きてる時に分泌されないものがなくなって何か分泌されてるんじゃないかなと。ね、うん、これ違うんですかね。そうですね、髪の毛、うん、解剖学とかそういうところで考えると、うん、おそらくされてない、なんか全ての機能が停止することが、うん、死であるというふうに考えます、はいはい、で恒常性ってありますね、汗をかくとか、うん、体温を調節するとか、うん、そういった細かな、うん、もう私たちが努力してやってないところですよ、うん、こういうのが全部と、うん、止まってしまうことが、うん、まあ、一般的な死なので、はいはい、何かが分泌されることっていうのはおそらくないですね。あ、じゃあ分泌、いや、あ、だということはじゃあ元に戻すと、うん、はい、生きている時に分泌されるもので髪に良くない、髪が、うんうん、その体を保つことはあっても、うんうん、髪にとっては必ずしも良くないものが分泌されているかもしれない、それがなくなることによって分泌されなくなる、イコール髪が綺麗になるみたいなこと、うん、のかな。あ、そう、そうかも。そういうことになりますよね。だってですよね、そういうことになると思います。汗とかも特にそうじゃないですか。汗って、うん、塩が入ってるから、はい、あ、汗、ね、塩水みたいなのに浸かるとやっぱ髪パサパサになる。いや多分そうかもしれない。かな、そうかもしれないですよ。みどりさん学会出れますか。すごい、いや、いや、絶対にそうだと思います。仮説ね、仮説その2ぐらい感じですかね。いやいやいや、これは、うん、もう日本で初めて証明したと思います。証明したんですか、うん、生きてるっていうことはやっぱりそういうことだと思うので、うん、うね、生きているのは髪にいいことばっかりじゃなかったということ。すごいじゃないですか、ね、すごいですね、これね、すごいですね。いやちょっとまたハリーさん次の学会の時にちょっと ある一般人 が一般人の仮説ですけど、ちょっとこれどうですか先生方って、医療の方々こういうの好きかな。ね、いかがでしょうか。深夜先生だって、深夜先生、ね、そうそうね、ちょっとまた深夜先生の、ね、はい、お話も、ね、後半ではしていただきます。そうですね、はい、さい、
宜野湾市嘉数の高台のふもとにあります三国という、会社におります、お墓の会社です。沖縄の伝統的なお墓に加えまして、今月末にリリースするお墓があります。ガラスでできたお墓です。そうですね、今月末から月ぐらいに、新聞とかで載るかもしれませんので、皆さん、注目してくださったら嬉しいです。引き続き後半もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。もう楽しすぎて今日もだんだん自分の役割は忘れて、ただのゲストみたいな感じでこんな感じでしたよ。新聞載るんですか？プレスリリース、新聞載せてくれたらいいなと思って今ちょっとアピールしてみたりして、あのプレスリリースってほら、なんかこのこういうのを、なんか作りましたよとか、こういう提案しましたよっていうのを、なんか添付書類をつけて、このチラシとかパンフレットをホッチキスで留めて、で県庁の何回かに県政記者クラブっていうのがあるんですよ、はい、それの16社ぐらいにバーッと投げ込むんですよ。でそれを一応プレスリリースというらしいんですね。うん、あの記者会見のことはなくて、それをプレスにリリースする、プレスリかっこいいから名前がプレスリリースするんです。要はあの添付書類をホッチキスで止めて投げ込むということですね。そういうざっくばらんなところがすごい好きです。プレスリリースで、まあでもそれでなんかこう興味持ってくれたね、あのところがね、本当に取材してくれたら嬉しいなと思うんですけどね。そうですね、きっとね、あの、はい、少しあの写真もあのね、先ほど見させていただきました、本当に氷みたいな、とても沖縄の海にマッチする。本当です、本当にね、あのかき氷の元のね、はい、あの描く前のやつみたいな状態、はいはいはい、本当実物もそうなんですよね、なんか舐められそうな感じです。本当ですね、だからお墓のお手入れ、あの他のね、あの御影石はまた別ですけど、これは、はい、ガラスマジックリンでぜひお手入れくださいっていうような、で耐久性がある、あのスペースシャトルのに使われてるんですよ、光学ガラス、もうなんか地球が終わってもお墓は家に残りそうですね。だけ残るみたいですね。プラスだからこうだんだんこう骨つぼ、今ほらそれこそご遺体の話もしたんですけど、はい、あのね、沖縄の方って本当に愛情深いから、うん、骨つぼでかいんですよね。で分かる。そう、全身を全部残しちゃうというか、はい、私内地のね、葬儀って仮装するじゃないですか、はい、そしたら骨壺の大きさ決まってるから、喉仏とかなんとかって、かわいい感じ。そう、でもこのぐらいで、あとはもうほら残骨処理してくださいみたいな感じで、はい、あの土に返すんだけど、はい、沖縄人は全部持って帰る、愛情の表れの一つなんですけどね。それでもやっぱさすがにちょっと小さくしていこうよみたいな、この場所も取るしみたいな、今こう文化が始まったりしてるんですけどね。で7寸壺に、あの前は昔はもうジーシガメっていうすんごいでかい100センチぐらいの亀の中に全部入ってるっていうのが多かったんですけど、だん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 小さくなって今は7寸壺とかに入ってるんですね。でそれを今度は5寸壺にしましょうみたいな、ちっちゃくする。それから今度はこう砂糖壺みたいなのに粉骨処理したもの、粉にするんですよね、パウダーにしたものを、あのこのか本当にお砂糖みたいになったのを砂糖壺みたいな可愛い飾り壺に入れて、あのお墓に入れましょうっていう動きも今ちょっと始まってて、もう10年ぐらい、はい、でもう一つは宇宙葬って言って、宇宙にあのスペースシャトルに入れて、この巾着袋みたいなのに入れて、あとはもうこっちはモニュメント、お墓じゃなくてもうこのあのその人の好きだった言葉を書いたりとか、なんだろう、ね、あのその人の名前とかを素敵に書いたりするのでお墓に来るっていう。でももうお骨はあの何ていうか6年間地球の周りを回るんですって、はい、ロマンチック、ね、でその後成層圏に吸収されてお空に行っちゃうっていうのもちょっとこれから提案していこうと思ってるんですね、あの銀河鉄道3の松本先生もね、あのあれに似てますよね、なんていうか、このメーテル、ね、メーテル似てるね、キューティクルがピカピカのメーテル天使の輪がついてる。先月じゃない、さっきですよね、はい、キューティクルの話、そう熱弁させていただきました。いや代表として髪の毛を、ね、こんなになんかお面かぶってるかわけは、ね、分からないけど、すごい綺麗な髪してるんですよ、髪も。いや、ね、もういつもそうやってハードルを上げるから、ね、いや本当カラスの濡れ羽色っていうのかな、そのね髪ですよね。素敵。一生懸命あの年齢に抗っておりますので。何をおっしゃいますか。細かく抗っております。いやでも本当にね、なんだろう、
やっぱ女性として死ぬ時本当に美しく死ねるんだったらいいですよ。だから見られてもいいし、ね、美しい人に、なんか愛する人に手を握られてさ死ぬのもいいけど、はい、なかなかそういうふうにはいかないと思うので、だったら見られない方がいいなっていうので、ね、そっか、思っちゃうんですよね。この前あれ、うん、あのあれですよね、あの深夜先生、うん、はいはい、一番初めに、ね、うん、登場していただいた、うん、ええ、在宅医の深夜先生 の、はい、あのお言葉が良かったっていうことなんですか。そうなんですよ、在宅の、うん、フォーラムの、うん、あのお言葉ですよね、会長の言葉、これ読んじゃっていいですか。5分ぐらいかかるかもしれないけどいいですか、うんうん、はい、ですね、私はとてもわがままです。大事な人が亡くなったらお家で体が見えなくなるまで一緒にいたいと思います。棺ではなく布団に寝てもらって一緒に過ごしたいです。そのために加用かりんさんに連絡して一緒にいられるようにしてもらいますっていうのがあって、あと、まあ、ずっ と、介護に関してもなんですけどね、あの最後だけ言っておきますね。死んじゃった時にも口に お酒を含ませてほしいです。私がその時にお酒を味わえるかは問題ではなく、私がそういうふうに言っていたことを覚えて実行してくれることを嬉しく思います。私はとてもわがままです。でも皆さんもそうじゃないですか。社会的な制限があったとしても支援を受ける必要がある県民がわがままを言える県、沖縄県にしたいと思っています。そして何よりいろいろなリスクをその人自身が負うことを含めて自分の人生を自分で決めることを尊重されるようになってほしいと思います。この、ま、あった間の介護のところもとても良かったんですけども、かりんちゃん関連ではここをちょっとアンダーライン引いてきたんですけど、ありがとうございます。あの深夜先生は、うん、すごくもう沖縄の多分在宅医のなんかもう多分主要メンバーなんかトップ3に入ってるんじゃないかっていうぐらいすごく有名なですよね。とっても有名な方ですよね。とっても優しいですし、私、うん、あの先生の おじいちゃまも担当させていただいたことが、はい、あります。へー、うん、あ、じゃあそんな長いお付き合いなんですね。そうですね、もう本当に、うん、でやっぱりその中で先生がすごくあのとても良かったっておっしゃられたのが、うん、その沖縄県ってこの、うん、まあね、私よくお伝えするのが、ね、この亡くなった方を仏さん扱いしないと、うん、いつまで経ってもご家族で、うん、おじいちゃんであったり、うん、お父さんである、うん、まあ、家族がただ布団で休んでるというそういう光景を望む方が多いんですね、うん、いつもと一緒のように接したい、うん、日常とご本人を一緒にの一緒の一枚の絵になるというのを、うん、なんかあの皆さん希望されている感じがします。生活の中にご本人がいるというのを、うん、今までなので、あの先生のおじいちゃん担当した時は、うん、なんと脳幹棺桶に入れるのを出棺の朝にあのしたんですよ、うん、ずっと布団安置で、その時も5日くらい安置されたんですけど、うん、そうすると1日2日は人ってびっくりするというか、なんか非日常じゃないですか、うん、葬儀が入ると、うん、あの黒と白の幕とか、うん、あのお家の中に白幕貼られたり、そうですよね、提灯釣ったりね、そう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 、うん、それでお家の中にはこう、うん、お線香をあげるこの台があったりとか、うん、であと知らない人が来たりとか、うん、そういう風になるんですけど、うん、3日目あたりから、うん、あの慣れてくるんですね、はい、慣れてくると、うん、子供ちゃんたち、うん、あの小学生くらいの子供たちが、うん、ご遺体の前であの寝っ転がってテレビ見たりとか、うん、宿題しだしてですねこの光景を先生がすごく良かったということで、あの写真撮られてて、まあ、それをその時の学会で発表されたんですけど、あのこの日常でご遺体が溶け込んだ時に、うん、あの特にセンシティブなあの、うん、状態かと思いきや、うん、子どもさんが慣れてくるということはすごく、うん、あの大切なんだなっていうの、宿題をやってみたいとか、そうそうそう、なんかそれなので先生とそういう波長が、うん、あの合いました。でお酒の部分も、うん、あの先生とってもお酒好きでしてですね、はい、はい、あのこれはもうみどりさんと多分タイプが合うと思いますそうなんですねお酒の部分でとても合うんじゃないかなって思うのが、うん、お酒飲みたいっていうことなんですが、うん、ご遺体とお酒は、うん、とっても相性がいいんですよ。あ、そうなんですか。もう私が先生を万が一、まあ、あの年があんまり変わらないので私その時多分目が見えてないかもしれないんですけどまああのその時はもう、うん、コップからお口に飲ませることができる、うん、ということでして差し上げ、なんかあの脱脂麺に含ませるとかね、もうそんなもう、うん、飲んでくるとなんないよね。なんない、うん、喉越しというのが大切なんですねやっぱり亡くなった方もそれを大切にしてるので、喉越し、しっかりと喉に入れる、はい、ということを口の中に含ませるとかじゃないんですよ、はい、私は多分
日本で唯一のど越しを大切にというのを訴える遺体従事者であると、そこら辺は確かに気持ちが違いますよね、思いもありますよねっていう、中にいることができます。そういう処置をしてるので、あの逆流しない処置をしてるんでできるんだと思うんです。普通にそのカリンさんなしで亡くなったご遺体、お酒好きだったからってカブカブカブドボ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 って入れちゃうと、ちょっと多分溢れてくると思います。溢れちゃうんですね、はい、なのでそういった方々はおそらくまあ一般的にはあのちょっと脱脂綿で唇を濡らすという表現になるんだと思うんですが、まあ、そんな儀式ですよね。そう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 、末後の水という儀式があるんですが、はいはい、そんなこと言わずに飲みましょうやという、ちょっと待って、じゃあ喉越しっていうことはよ、はい、喉をこすんだからさ、はい、あの喉の奥のところにもこのお酒が入っていって、要するに胃の中まで、そうですそうです、え、まあ、ちょっと誤嚥性肺炎みたいにはなっちゃうと思うんで、肺にも入るかもしれませんがそれはもうないとして胃に入ります。へえ、そこが大切ですよね。飲むんです、もうコップ一杯ぐらい全然いける。なのであのお酒好き の方、連絡くいただければ。わかりました。私がいや私はあの人知れず死んだいのでね、なんかね、あのお酒含ましてもらうときに見られちゃうから嫌だけど、いやもうちょっとカリンちゃんのそのなんだろう、一つ一つのこのオピニオン、ね、オピニオン、オピニオン、素晴らしい、一個一個が本当にこのなんかちょっとあの意識高い系のさ、あのご婦人の雑誌とかのあの何ていうのあれじゃん、ご婦人画報とかさ、晩餐館とかあれの4ページぐらい咲くのを毎週できる感じですね。ああ、4ページも恐れ多いそれは恐れ多い。あ、もう終わっちゃったの。そうそう、ありがとうございます。いや楽しかった。話あのね、深夜先生のことも、うん、はい、医療者の方々のことも出していただいてありがとうございます、はい、とってもあの見てくださる方、医療系の方多いので、そうですか、喜ばれると、うん、はい、よかったです。ぜひあの楽しみにしておきましょう、はいはい、お会いしたいです、いつか。ありがとうございます。さて今日もお時間となりました。遺体管理人の面影クラブ、お相手は株式会社面影遺体管理人こと海王かりん、クリューみどりでした、はい、また来週この時間にお会いしましょう。どうぞ素敵な週末をお過ごしください。ありがとうございます。ありがとうございます。